さあ、二人は十個目のね、成功堂さんに、やさしを買いに行っております。だいぶね、まだ十個目ということなんで、かなり押してますね。早く帰ってきてもらって、次のところに向かいたいですね。今5時半、果たして、ここは、今ですね、京都駅かな、大体。ある？迷子になってる。早いところ。見つけてきてほしいもんですね。多分ね、ふらついてること。っていうことはね、見つかってないんだろうね、あれ。おそらく、どこにあるんだと。ないぞと、多分そんなことを言ってくるんじゃないでしょうか。どう？ないよ。全然ないよ。電話してみる？失礼します、成功堂さんですかね。今はですね、ちょっと京都駅のちょっと近くに来てまして、ちょっとホームページでですね、ちょっとお店の方をちょっと見たんですけども、どの辺りにあるかとかっていうのは、はいはい、ああはい、あ、もうちょっとじゃあ購入することはちょっとできない感じですかね。八つ橋の方を、はいあ、そうなんですか。あ、ありがとうございます。はいはい、あー、なるほど。あ、そうですか、ありがとうございます。はい、失礼します。なんと、ここのおかみさんが病気をしたということで、八つ橋の製造を中止してしまったそうです。今電話して伺いました。看板見つけたもん。あった、うん、しまった。そう、うん、で、息子さんはやってはるらしいんだけど、なんかもう八つ橋の製造はちょっとおかみさんがやってるらしくて、ちょっと病気したせいでちょっと閉めてしまったんですということで、店じまいをしたのか、 それとも休業してるのか、終わったのか、多分ね、病気って言ってはったから、今のところ休業っぽいね。今日はやってないよね、だから最悪。今日も明日も明後日もやってない。そうそう、今近々はやってないね。なるほど。ということで、まあこういう理由があるので次に行きましょう。こういうね、しっかりした理由があれば。もうそろそろロングランしてその間寝たいよ。さあ、滝沢さん、どこですか。でかい、でかいのはいいところだ。京都八橋いおり、どこやこれ。西京区、西京区、お、右京やん。で、電話し聞いて、うん、営業時間って聞いて、聞いて聞いて、俺が来るの。うん、ヤップルパイだって。いけるって、やって、あー、でも営業時間によるよ、ほんまに。営業時間はちょっと聞こうか。うん、ホームページ、いや、俺は電話苦手やからホームページしよう。あ、そう。ちょっとホームページをちょっと見させてもらったんですけども、ちょっと営業時間5時15分って書いてあったんですけど、もう閉まってしまった感じですかね。ああ、どっか他のお店とかでこちらの、ちょっと八つ橋とか手に入ったりとかするとこってないですかね。ああ、京都駅とかないの。京都駅とかも売ってない感じですか。ああ、そうですか、もうこのお店のみと。ああ、はい、終わってました。ここもね、もう5時41分ですから、もう滝沢さん
じゃあ次行くよ。はい、もう次に行くしかないです。じゃん、じゃん、本気やつらしい銀閣寺本店。銀閣寺、さあここ空いてるのか。まず八つ橋羊羹だって。へえ。あ、失礼します。ちょっとホームページをちょっと見させてもらったんですけども、お店の方は何時まで営業してますかね。はい。あ、銀閣寺店さん。あ、こちですか。どこかなんか今空いてるところとかってございますか。清水、何時までですかね。6時ですか。あ、ありがとうございます。はい、失礼します。6時まで、清水。6時までに清水行きましょう。5時。今何時。今ね、43分。はいはい、じゃあ行きましょう。さあさあさあ、もう着くで。清水やろ。清水寺。うん、あそこじゃ、清水道行って俺。うん、多分、中の上の方上がっていくんやろ。お茶出してくれるとこじゃないの、海って。どこや、上。それだね。この京都八つ橋やん、まあ、探すためにちょっとギリギリ15分で走ってきたんですけども、いいところだ。京都八つ橋いおり。じゃん、じゃん、本気やつらしい銀閣寺本店。それだね。この京都八つ橋やん、まあ、探すためにちょっとギリギリ15分で走ってきたんですけども、どうやら閉まってそうな勢いなわけですよ。実に悔しい。でもシャッターをね、下ろし始めたんで、行くだけ行ってみますか。まあ行くだけ一瞬行ってみるか。おさむくんにはちょっと待ってもらって。この苦しい思いをして、後々やで、1時間後か2時間後に、あーもう気持ち悪いやってきたっていうようなもんを5分でさ、こうはは言いながら探してさ。俺らもう最初やんややんや言ってたのに、うん、最後はね、やっぱりもうやっぱ一個でも多く熱くなっちゃったのがちょっと俺らの恥ずかしい点だよね。そう、なんかやだね、その最後は京都駅で溜めちゃうっていうのはさ。そうそう、京都駅、京都タワーでね、溜めちゃって。いいんだけどね、私がさ、その目的地にね。そう、本店でなかったっていうのは一番普通やっていけない。まあ最後はね、もう仕方ない、これも買えますよっていう。これからはね、京都駅に向けてちょっと